1番のホリケンジュラインが前、切れ目の4番手に短期6番の手島がいて、7番の勝俣ラインが後ろ攻めとなっています。ここは2分線後方からさあ7番車の勝俣アクションを起こしていきます。残りは2周回、1番車の堀は車を下げて6番の手島が先手ラインの後ろに切り替えましたでしょうか。ゆっくりと1番の堀が5番手まで車を下げて前後夫人は入れ替わりました。後ろからまず肩通りを抑えて7番の勝俣、2番手が2番の三角、さあ車間が少し空くような感じなんですけれども、5番手1番の堀詰める勢いでかましてまいりますでしょうか。ただここは7番車の勝俣がペースアップ、勝俣が最終主導権を握る形になりました。追走が三角、3番手が滝野、そして6番車の手島がいて人気を集めた1番の堀拳銃、ここは完全にまくりに構えた5番手、最初の2コーナーからバックストレッチ、この辺りでまくっていくか1番車の堀拳銃、5番の富岡続いていくか、ただ番手から2番の三角がもう縦に踏んでいる。さあ1番の堀がこの辺りは厳しくなりましたか、あとは後方から突っ込むか、3番の大崎和也で4コーナーを回ってくる、先頭は2番の三角、番手から4番の滝野が最後は捉えたか。